お待ちしていました。お弟子さんですか。ええ、出来の悪い子で、子供の頃すごく仲良かった友達がいたの。でもその子は私にしか見えなかった。この廃校にはとある都市伝説がありまして。花子さんでも呼ぶつもり？何が今時花子さんだよ。陽介くんだよ。気持ち悪い。姉ちゃん、ここなんか嫌な感じがする。なんだこれ。3階の奥さんだよ。陽介くん遊びましょう。あれには同等かそれ以上の力を持つ悪霊を仕掛ける。もういいかい。